武蔵御嶽神社は、東京都大梅市にある御嶽神社。武蔵御嶽山の山上に鎮座する。御岳、宇多きとは、主験道の中心地である奈良県吉野の金富山を指している。蔵王権現、串町命などを祭り、中世以降、山岳信仰の霊場として発展し、武蔵、相模にわたる信仰形を獲得した。 式内者の大麻止めの豆天神社であるという説があり、給付者である。現在は神社本庁に属していない、単立神社である。ご建属の大口信心も祀っていることから、祈願のため犬を連れた参拝客が近年増えており、三岳山を登る三岳登山鉄道は、刑事を持ちずに犬を乗車させることができる。辻天皇七年の創建とされ、天平八年に行記が、 蔵王権元を誕生したと言われる。文略元年に大中と未国犬が交配していた社殿を再興し、以降は主現場として知られ、関東の幕府や武士から多くの武具が奉納される。慶長10年には大久保長安を不信奉行として本社が、元禄十三年には平殿と拝殿が混流された。明治に入ると神仏分離によって、 それまでの歌た大権言から大間止めの豆天神社に改称した。これは当社が演技式に載せられている大間止めの豆天神社に否定されたためであるが、同様に大間止めの豆天神社であると否定される神社が他にもあったため、御嶽神社と改称した。昭和27年に現在の武蔵御嶽神社に改称した。本社本殿大口新神社。 時は県番神社校お孫命の地社当商者、奥宮み三道奥宮山や三安社の聖神一の鳥居現在も続いている宿坊立ち並ぶ、高飛神社ではないが、東京都指定有形文化財馬場,場やごし住宅が、ごし集落にある。大目線御嶽駅下車、御嶽駅より、西東京バスで、ケーブル下停留所下車御嶽登山鉄道、滝本駅より、御嶽山駅下車御嶽山駅より徒歩。 ありがとうございます。